滋賀県立米原高等学校は、滋賀県米原市に所在する公立の高等学校。略称、米高。米原の読みはもともと、米原。米原高校の所在地、再園自地区は、旧、米原町のメインストリートから北へ抜けた旧、大見町にあるので、校名は、米原。2005年10月に、大見町が、米原市と合併したことにより、ようやく、米原にある、 前原高校へと変わった。部活動は、県下トップクラスの加入率を誇り、非常に盛んである。また、校舎は、豊かな自然に囲まれた環境にある。1963年に設立された約半世紀の歴史を持つ高等学校。当初は、全日制の普通科のみ設置された高等学校だったが、1970年に、県下で、 初めて理数科が設置され、2001年には普通科に英語コースが設けられた。清純遁行、清純は清らかで素直なこと。遁行は真心があって人情け深いこと。このような優れた人格を育成することこそが教育の基本であることを示している。理数科では2年次に各自が興味を持つ課題に対してグループを作り研究する。 2月半ばに発表が行われ、クラスでの掲示や他クラスや、全教員、滋賀県立大学の教授である倉重校正の前で発表が行われる。11月に行われる中間発表で倉重校正の厳しい助言を受け、本発表で改善したものを発表するまでが通例となっている。なお、卒業生の広山方から寄贈された絵画が、 玄関ロビー前の階段に展示されている。ありがとうございます。